せーの、皆さんこんばんは、向井田です。はーい、ということで本日はでございまして、本日はでございまして、原宿に今いるんですけれども、原宿のなんかタロット占いの看板、皆さん見たことありますかね。はい、ちょっと見つけちゃったんですよ。で、まあ私たちちょっと占いに行ってみたいなということで、そう、ずっと前から私行きたくて、でまあどうせだったらね、動画でみんなにその結果を伝えようかなって、はいはい、私は行ったことはあるんですけれども、タロット占いはしたことないですよ。はい、まあ令和にもなりましたし、まあ、新しい新生活も始まったばかりですし、まあ、彼氏もできないことですし、まあ見に行きたいと思います。見に行きたいと思いますか。はい、行ってみたいと思います。で、まあ、カメラが回せたら回して、まあ、もし無理だったらちょっと結果をね、はい、またここに戻ってきてお伝えしようかなと思います。はい、それではせーの、レッツラゴー。はい、せーの、帰ってきたぞ。帰ってきました。結局あっちでは撮れなかったんだけど、そうなんですよ。でもまあ聞いたことを覚えているので、そちらを ね話していこうかなと。で、今回何を占ってきたかっていうと、その恋愛系のことと、私はお仕事、私は学校系のについてを聞いてきました、うん、じゃあどっちからいきます、ね、どっちからじゃあ私から。はい、どうぞ。まずその彼氏がいないんです言って、うんうん、でそれでできるんですかねみたいな感じで聞いたんだけど、うん、まず好み、好きになる人の幅が狭いみたいな言われて、うん、ああそういうこと、そうかもみたいな、うん、360だったら 20度ぐらいしか見てないと、幅がないらしくて、そこはまあまずあるだろうなって、うん、まあ自分でもそれは思ってたことだから、そうだわと思って、うん、でも自分が行動すればすぐできる人だよって言われたの、うん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 、でそれで、それはいいね。そうそう、なんか例えばその大人数で集まる場に行くとか、そういうことを自分から行動しないとダメだよみたいなことを言われて、うん、であと1ヶ月後したらすごいモテ期が来るみたいな言われて、なんかなんでかわかんないけど、まあ、1ヶ月後になんかそういうモテ期があるらしく、うん、でもそれも自分が行動しないと棒に振っちゃうから、ちゃんととりあえずまあ自分次第だなって言われて、うん、まあ、それをしたらすぐできるからって言われたから、まあ、多分私は1ヶ月後ぐらいに彼氏ができるということでまとめると、私はなんか結婚についてね聞いてみたのね、うん、主になんかその結婚願望はある方だから、うん、なんか若い人ってなかったりするじゃん、別に結婚願望ないなみたいな人もいると思うんだけど、うん、私結構ある方だから、うん、結婚っていつぐらいなのかなとか、うん、どういう人と結婚するのかなみたいなのを聞いて、うん、まあ、タロットなんだけど、うん、やったらとりあえず結婚するとき私は一回躊躇するタイプらしい、なんか本当にこの人でいいのかなとか躊躇しちゃうらしくて、で相手は年上なんだって、年上なんだけどなんか心は少年みたいな人って言ってた、なんか男らしいってよりかは柔らかい人、すごい長い間付き合った後に結婚するみたいならしくて、私的にすごい理想の結婚の仕方で、でなんか手相とかも見たらその時期的には25、6、7、8ぐらい、20代後半ぐらいで結婚するんじゃないみたいな言われて、でなんかそのカードによってさ分かるじゃん、なんかカップをねこう男女でこう交換してるみたいな絵のやつがあって、それは本当に相思相愛の絵だからみたいな、本当に恋愛の末好きな人と結婚できるよみたいな言って、なんか真っ黒いなんか猫みたいなカードがあって、これはもうあなたが本当に惚れた人と結婚するってことだねみたいな、これが出てるってことは、って言われて、でなんか木の棒のね、描いてある絵が3枚ぐらいあって、その木の棒はなんか強い思いを表すらしくて、だそれも本当に好きっていう人と結婚できるっていうので、それが3枚ぐらい出てたから、あ本当に好きな人と結婚できるよって、でも今じゃないねみたいな、やっぱりまあそうですよね、これが先だしみたいな感じで言われました、しかもモテ期も来年から2年間来るらしいです。なんかこう徐々に加速していくらしい、2年間で、じゃあまだ待ちですね、あと1年待ちです、あと1年待ちです。なんか今年はなんか葛藤する年らしいので、何かよくわからないですけど、はい、なのでまあ、まあ待ってればいいよって言われましたよ、そうなんですね、はい、じゃあ私が今年頑張って、はい、頑張っていただいて、はい、私は次の付き合い人と結婚するかもしれないので、はい、よろしく、ピーヤピース。はじゃあ学業
と、ね、お仕事ということなんですけど、学業を、まあ、自分にその向いてるのか、うんうんうん、今行ってる学校の分野向いてるのかみたいなのを聞いて、まあ、そしたらまあ向いてますよって言われて、うん、一匹狼タイプらしくて、うん、まあでも自分は確かにそうなんだよね。なんか大人数でも遊んだりするけど、うん、少人数の方が好きらしく、うん、まあでも確かに、うん、あの学校で自分をまだ出せてないし、うん、その出した方がいいって言われた。その周りもそうしないと寄ってこないから、うん、みたいな。なんかまあわかんないけど、とりあえずまあ学校では自分を出して生きていった方がいいよって言われたのと、うん、なんていうか固く考えないで普通にあの課題とかをこなして過ごしなって言われた。なんせの、その人と比べたりとかして落ち込んだりとかしないで自分のやることだけをやる、ね、あとなんかすごい個性的らしくて自分は、うん、だから自分の世界観とかがあるからそれを追求しなみたいな言われて、例えば就職の仕方とか、うん、そういう職業の進み方が他とはなんか違うらしくて、独特な進み方するから、まあ、なおさら人と比べることはしない方がいいよみたいなことを言われて、まあでもそうだよね、これをやってるのもそうだしさそうそうそう、その分野的にもそうだし、うん、私は、うん、あの言ったんだよね、演技の映像やってて、うん、で YouTube もやっててみたいなのやって、うん、あ、そう、なんか向いてるお仕事について言われたのは、うんうん、人を癒す系が向いてるみたいな、なんか人を、うん、なんか看護師さんとかが当たるらしいんだけど、うん、看護師さんとか保育士とか、なんていうの、人のために何かをするみたいな、うんうんうん、その向いてる仕事で言うとそれで、うん、でなんかうちも一匹狼タイプみたいな言われて、うん、なんか歌とか演技って多分同じクークリーで話してたんだけど、うん、その歌とかをやるってなったら、うん、あなたはグループとかよりも一人でやった方がうまくいくしみたいな、うん、あでも分かる、なんか一人でやった方がいいみたいな、うんうん、なんか言われて、なんか言われた、そう、なんだろうねでなんかストイックなタイプみたいな、うんうん、なんかやりたいことに対してこう頑張るタイプだから、その演技のお仕事とかも、うん、もうあなたは一生学ぶ線が出てるって言われて、うんうんうん、線っていうかカードかな、うんうん、出てるって言われて、だから一生その学び続ける、いろんな自分に必要なものを吸収していくタイプだから、うん、でそれを頑張ってやっていくタイプだから、うん、それを続ければいいよみたいな言われて、うんうんうん、あとなんか自分にお金をかけることが大事みたいな言われた、ね、自分にお金をかけて磨きをかけたり知識とかを自分につけたりしていくのをした方がいいよってって言われた。こんな感じかな。なんかもう多分言い忘れてることたくさんありすぎるけど、うん、なんか私は総括的に言うと、うん、恋愛もそういう学業も、うん、自分を出した方がいいよっていう感じでしたね、うんうん、私は、なんだろうな、来年、再来年から全部運が来るらしくて、私は、うん、なんで、まあ今、たこ屋の時期らしいです。あ、そうなんですね。はい、このピスこのピスまだわかんないからね、まあ、ね、占いですから、そうですから、でも面白かったよね、タロットって。っうちら、その2人とも違う先生でやってもらったんだけど、うん、一緒にね、一人の先生に受けてっていうこともできたのね、うん、なんだけど一緒にいるとその一緒にいる人の気持ちが引き寄せちゃうから、うん、カードをそうそう、ちゃんとした結果が出ないかもって言われたの、うん、すごい、そんなに、うん、と思って、ね、なんかさ、だってさ、正直占いの先生適当なのよ、カードって。そうそうそう、多分順番とかがあるだけ、うん、すごっていう、うん、すごかったはということで以上、占いに行ってきたという動画になりました。原宿の竹下通りにあるそうタリム、タリムっていうところでやってきたので、まあぜひ皆さんも気になる方は行ってみてください。チャオはい、ということで占いに行ってまいりました、はい、ということで、あのまた卓越ですっていうことで、卓越です、好き続けか、あの 1ヶ月後ぐらいですか、はい、向井に解釈できてるかもしれませんけど、はい、別に多分言わないかもしれないですしね、別にごめんなさいね、言わないかもしれないです、私も来年再来年ぐらいに結婚するかもしれないですけど言わないかもしれないですし、はい、それは分かりません、はい、もう本当に、まあ、そこはプライベートなんで、プライベートなんで、すいません、あ、ちょっとパパラッチがプライベートなんですいません、 Don't cry、 Don't cry